医療法人あんず会の院長の鬼沢と申します。よろしくお願いいたします。鬼沢先生に改めてお伺いしたいんですが、こちらのあんずクリニックどういった病院なのかちょっと改めてご紹介いただけますでしょうか。あんずクリニックはですね、在宅医療を中心にやっている医療機関で、訪問診療ですね、病院に通えない患者さんのところに出向いてそこで診療をするという医療形態のをやっております。はい、そして今回こちらあんずクリニックさんの方ではケアラーズカフェが開催されておりますが、はい、このケアラーズカフェの概要、それからどういった経緯で始めようと思ったのか、そのあたりもちょっと伺えますか。やっぱりあんずクリニックとして6年間在宅医療に取り組んできて、やっぱりその介護を取り巻く環境の過酷さというのをすごく痛感しまして、目の前の患者さん一人一人をしっかり診療していくってことがすごく大事なんですけども、やっぱりその町全体、地域全体を良くするためには介護する人をケアするような仕組みが必要だろうなと思いました。やっぱり介護をしていると家族の介護につきっきりになって、こう社会から少し切り離されたような孤独を感じるようなことも多いので、こういうカフェを定期的に開催することでそういう時の困りごとなんかが相談できたりとか、少し心安らぐ場ができたらいいなと思って開催しました。はい、今日はお手伝いの学生ボランティアさんであったり、それからお客様もお見えになってますけれども、開催してみて今のところ感想であったり実感であったり、そのあたりはいかがでしょうか。本当まだまだこれからで、今日はただこうやっていろいろ協力してくれる方とかがたくさん来てくれるということが分かったので、こうした人と協力しながら無理なく長く続けられて社会を支えるようなカフェになったらいいなというふうに思っています。鬼沢先生もこのほうじ茶自分で行って、そしてお茶を出したりということもありましたけれども、そういったおもてなしのにあたってのテーマというか設けたものみたいなのはあったんでしょうか。宮野園の宮野さんが美味しいほうじ茶を用意してくれたので、それを、僕が今回行っていい香りを出して、それを飲んでもらうという企画なんですけどもね。やっぱそのお茶の香りというのは皆さんこの辺の地域の方はすごく好きですし、なんとこう香りってこう記憶に残りやすいじゃないですか。なのでこの香りとともにこのカフェのことを思い出して、もしこう介護なんかが大変な時にですね、香りとともにこの存在を思い出してほしいなというつもりでほうじ茶を入れるということをやってみました。はい、これからもほうじ茶の香りでいきたいと思います。ではこれからはというお話もありましたけれども、改めて今日スタートしました今後の展開展望なんてのもありましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、この介護者カフェケアラーズカフェに関しては展望というよりは、長くここでドアを開けて開き続けてその存在を知ってもらって、本当に困っている時に相談にできるような体制をですね、継続してやり続けるということがまず大事かなと思ってます。はい、さあそして鬼沢先生は FM チャッピーの方では水曜の9時30分からお茶館ラジオの方もパーソナリティということで担当されておりますが、改めてこちらもどういう番組なのかちょっと教えていただけますか。はい、こちらもですね、医療や介護福祉エッセンシャルワーカーの人たちにこう勇気と元気を与えられるような、そういう番組にしたいと思っていて、最近はですね、地域のそういう活動をされている方々をゲストに呼んで、どういう仕組みが地域にあるのかというのを紹介するということとも、ともにですね、そういう人たちからパワーをもらって、明日から この生活のエネルギーに変えてもらいたいなというふうに番組を作っています。はい、このケアラーズカフェともリンクするようなところもありそうですね。そうですね。はい、では最後になりますが、ラジオを聞きのそれからコンテンツをご覧の皆さんに一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、もし近隣で医療や介護の困りごとがある方がいて、どうしたらいいのかなとか、ちょっと相談できる人いないなとか、孤独だなとかって思ってる方がいたらですね、ぜひ今日はね、こうやってたくさんにぎわってますけども、これから継続的に相談できるような環境にしてですね、皆さんの来ていただけるようにしていきたいと思いますので、そういう時はぜひ我々の存在を思い出してもらえたらなと思います。狭山市でお茶屋をやっています、有限会社宮野啓二と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて今回はあんずクリニックさんの方でケアラーズカフェということで、喫茶が、行われておりますけれども、宮野さんがこちらの取り組みの方に参加するようになったきっかけ、経緯というところをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、まず前からあんずクリニックの院長である鬼沢先生の方から、ケアラーズカフェみたいなことをやりたいんだよっていうお話を前から、聞いてまして、
それがだん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 いろいろお話をしていく中で本格化してきて、今回この絵に参加させていただきました。はい、鬼沢先生ご自身も、お茶を行って、提供したりというような振る舞われたりもしておりましたが、はい、宮野さんから見て腕前などはいかがでしたでしょうか。はい、あ、もうだん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 腕前も上達してそのうちお茶屋になるんじゃないのかなと思って期待して待ってます。はい、今回こういったケアラーズカフェなどの取り組みなんですけれども、はい、宮野さんから見て、どういうように今後展開していったらいいな、なんていうようなことはありますでしょうか。はい、鬼沢先生と話をする以前はあまりこういうケアする人とかそういうことを考えたことがなかったんですけど、たまたまお話しする機会があって、ケアラーズカフェやっぱりケアする人をやっぱりケアすることをしていかないといい、ケアができないっていうのも、そういう うまく循環してもらえるような仕組みができればなってすごく感じてます。はい、今日は学生のボランティアの皆さんも協力したりということで、はい、結構刺激になったんじゃないでしょうか。はい、やっぱり、今いろんな学生の方にイベントだったり手伝ってもらったりいろんな人とつなげたりっていうこともやってるんですけど、若い人が入ることによって私たちみたいなおじさんが接するのとやっぱり学生さんが接するので、その相手も相手の表情が違ったりとかする場面にすごい合うんですね。なので広いいろんな世代の方がこういうことに関わってもらって興味を持ってもらうきっかけになればいいなとすごく思ってます。なので今回もたくさんの学生さんがいらっしゃってくださってるんですけど、この今回のことをいろんな場で話をしてもらうとより広がっていくのかなと思って期待しています。ありがとうございます。では最後に、はい、ラジオをお聞きの皆さん、それからコンテンツをご覧の皆さんに一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、やはりケアっていうのは多分自分が親の面倒を見るとか、奥さんを見たりって当たり前だとは思うんですけど、当たり前 だから誰にも相談しないではなく、もっといろんな人と、問題を共有し気軽に共有してもらって、こういうケアラーズカフェなどに来て、ちょっとしたことを聞く、プロから聞くだけでなんか、ヒントになってより、ケアが楽になる、楽にケアをするし続けるっていうことが必要だと思いますので、ぜひこのアンズクリニックのケアラーズカフェに来ていただいて、疑問だったりわからないことをプロの方に聞いていただければいいかなと思います。ぜひなんかそういう場として今後も利用していただければと思います。はい、それでは FM チャッピーのお茶館ラジオのパーソナリティのお二人、改めて番組についてちょっとお伺いしたいと思います。はい、鬼沢信之のお茶館ラジオのアシスタントのジュリーこと石川ジュリーです。鬼といつも仲良くふざけ合ってやってます。どういう番組にしていきたいかみたいなところをちょっと意気込みみたいなのも伺えますでしょうか。そうね、今日はこうやってケアラーズカフェをやっていて、地域 の介護の困りごとを持ってる人の相談になるという趣旨でやってますけども、同じだよね、ラジオもね、地域で頑張ってる方々にお話聞いて、地域のために僕たちが何ができるかというのを共に学んでいく、そういう番組です。はい、私もオニーと一緒で地域に貢献していくっていうのは変わらず、で我々もエネルギーをもらうと同時に私たちのラジオを聞いてもらって皆さんにこうエネルギーを与える側で毎回楽しくやらせていただいております。はい、毎週水曜日夜9時30分から鬼沢信之のお茶館ラジオを皆さん聞いてください。せーの、お茶館。